メトーン周期とは、ある日付での月賞が一致する周期の一つであり、19、太陽年は235作望月にほぼ等しいという周期のことである。メトーン周期は、太陰太陽暦において、順月を入れる回数を求めるのに用いられた。紀元前433年に、アテナイの数学者、メトーンが当時行われていた、太陰太陽暦の誤りを正すために提案したので、 この名がある。中国では、19年を一生と呼ぶことから昇法と呼ばれた。19太陽年は、約365.242192640日19イコール約6939.60166016日である。一方、235作棒月は、 約29.530588853日235イコール約6939.688380455日であり、ほぼ等しくなっている。12ヶ月19年7ヶ月イコール235ヶ月であるので、メトン周期に従うと、単院太陽暦では19年間に7回のウルーズ期を入れれば、太陽年とのズレがほぼ解消されることになる。 昨晩月と太陽年との比は、235、19、イコール12.36842105263となる。ただし19太陽年と235昨晩月とは、完全には一致しておらず、19太陽年につき、6939.6883804556939.60166016。69 イコール約0.086720295日、ずれている。この差は219太陽年が経過すると、ほぼ1日ずれることになる19年イコール219.095年。このため時々改歴を行い、ずれを修正する必要があった。メトン自身は、19太陽年イコール235、昨防月イコール6940日ちょうど、として計算していた。 これは1太陽年を約365.263日、1作望月を約29.5319日としていたことになる。メトーン周期は後にカリポスやヒッパルコスによって修正された。カリポス周期は76太陽年を940作望月に等しいとした周期である。キュジコスの天文学者カリポスはメトーン周期を修正して、 一対応年を365.25日、ちょうどとして計算した。したがって19年間では6939.75日となる。これを4倍した76年間では27759日となり、メトン周期の4倍より1日少ない。月数は235作防月を4倍した940作防月とし、 日数を27,759日とした。したがって1作望月は27,759、940イコール約29.530851日となる。76年間に28回のウルーズ期を入れることになる。この76太陽年イコール940、作望月イコール27,759日のカリポス周期は、 紀元前330年に採用された。中国では4分歴に採用され、76年を1、しとみと呼んでいる。ヒッパルコス周期は、304太陽年を3760作望月とする周期である。二回屋のヒッパルコスは、カリポス周期をさらに4倍して1日を差し引いて、304年イコール3760月イコール111035日とした。 これにより一太陽年は約365.24671日、一作某月は約29.530585日とされた。304年間に112回のウルーズ期を入れることになる。一太陽年は約365.24219日、一作某月は約29.530589日である。 1>, 1対応年を1作望月で割れると365.2421929.530589イコール12.368266342となる。この値に近い分数を生息連分数展開によるディオファントス近似から求めると連分数表示で十二二一二一一十七三十四一七三三一 2,6となり、これの近似分数列は、12,1,25,2,37,3,99,8,136,11,235,19,4131,334,12,628,1021,18,923,14,628となる。この中の三十五 19がメトン周期に相当する。中国では、商法と呼ばれていたメトン周期に従って、太陽体陰歴が変算された。19年7ウルーによって構成される周期を小と呼び、その切り替えの年を小首と呼んだ。そして小を開始する基準日として、小首の年における当時を11月1日と定めて、19年7。 ウルーを経て再び同じ日が巡ってくるように暦が変纂されていた。この当時は特に、作秋ら当時と呼ばれ、定期的な一日担当時の到来は、暦の安定、ひいてはその暦を作成、反復する王朝の安定の象徴として、宮廷においては盛大な祝賀行事が行われた。ところが、午後十六国時代、北梁の元始める期から、 メトン周期によらない歴法が行われた。例えば、現始め歴では600太陽年イコール7421作望月とし、南朝の大明歴では391太陽年イコール4836作望月としている。高度な計算に基づく破傷法によって、暦の精度が良くなったのであるが、その代償として、 小首の当時が必ずツイタッチタン時になるとは、限らなくなり、当時の日がずれたり逆に、昭州以外の年に、咲く秋ら当時が発生する事態も起こった。中国のツイタッチタン時の儀式と破傷法歴法の両方を継承した日本では、こうした事態を不吉として捉えて、月の代償や、純月の順序を入れ替えることで強引に、小首のツイタッチタン時を実現させていた。 太陽周期とは、ある日付での質要が一致する周期の一つで、ユリウス歴では28年周期となる。メトーン周期の考え方を月賞ではなく、質要に当てはめたものである。太陽賞とも言う。ありがとうございます。